山梨。日本の氏族。いくつかの流れがある。山梨、山名氏。山梨は、山陰地方を中心に勢力を持った、武家、守護大名、戦国大名である。山梨の本性は源氏。家系は、姓は源氏の一家系河内源氏の同僚、陳樹不将軍、源義家の子、義国を外する名門、日田氏の一門。日田義重の書士。 サブロウまたはタロウサブロともが、上野田五軍、八幡田三名郷、現在の群馬県高崎市三名町周辺を、本願として、山名三郎と名乗ったことから、山名氏を称した。山名氏の祖の義則は、鎌倉時代には、早くから源の頼朝に従って御家人となり、頼朝の治行国、関東五分国の一つである伊豆の国主に推挙され、伊豆、守れとなる。 源の伊豆守の交渉を許され、源氏の文様として優遇された。逆に本家の新田氏は頼朝へ参上することが遅れたこともあり、文様になれなかった。通説では、山名義則の着南重国の長男の重村が、三名教を継承し、山名氏の着流になったとされている。警府上においては、通説通りで、問題はないものの、実際には、 茂村の弟、長家の系統と茂国の弟、すわち、茂村、長家の叔父にあたる、茂家の系統が、鎌倉時代における山梨の中心的存在であったと見られている。長家の子孫は、鎌倉幕府の放送官僚、茂家の子孫は、六原丹内の武行人を務める家柄あったが、長家の彦の敏行が、昭安三年、1301年に、無本の疑いで滅ぼされ、 残った、主芸への子孫も鎌倉幕府滅亡と前後して、没落したため、結果的に、鎌倉時代を通じて不審であった、三明十村の子孫家が残ったと見られている。なお、茂家の子孫と見られる山梨が、丹波国、出雲国、備前国などに所領を有していた可能性があるものの、主村の子孫である、守護大名の山梨による支配との連続性、確認できないため、 別物とみなされる。南北朝時代、日泰義貞を中心に南朝に参加した、日泰一族と異なり、山名時宜寺は、宴石の足利高氏に従った。高氏が、征夷大将軍に就任、室町幕府を開くと、時宜寺は1337年、兼務四年に、法規国の守護に任じられ、以降南朝方の勢力の根強い山陰地方の守護に、任じられて、 最前線で戦い、守護大名として、大勢力を張った。三名を称する武家も複数あったが時氏は、山梨総家として、高氏から公認され、先祖にちなむ、伊豆守に任じられた。その後の関能の上乱では、足利忠義に従ったが、室町幕府、第二大将軍、足利義明時代には、幕府側に帰参し、赤松氏や京国氏、一色氏と並んで、 死式家の一つにまで数えられるに至った。時偶から総領を継いだ長男の三名氏義は、丹後、法棄、次男の義理は、義、三男の死封は稲葉、四男の氏清は、丹波山城、泉、五男の時には、三正か、田島、貧後の仕事となった。氏義の三男の三幸は新たに、針馬の守護職も得ている。全国六十六カ国のうち十一カ国で、 山梨が守護領国となり、六分一伝と呼ばれた。市議の後は病弱だった着難の義行でなく、市議の後帝の三明寺議が総領となり、寺議の後は三明寺広氏が継承した。この時、広氏の総領継承には、市議の三男の山名光行が強い不満を持っていた。1390年、厳中七年、明徳元年、将軍、 足利義満の命により、光行と、宇治清、光行の岐阜で、叔父が時広氏を攻め、田島国外へ放した。しかし1391年、元中8年、明徳2年、時広氏を許すという将軍、吉光の変身に対し光行は、宇治清、霧の両子と共に幕府に対して挙兵、明徳の乱、道元中8年、明徳2年12月には、三名軍が、 室町幕のある京都を制圧したが、最終的には、幕府軍の反撃にあって三行は逃亡、後に捕らえられて処刑、宇治清も、戦死、義理は出家して没落した。戦後の山梨は存続こそ許されたものの、時広の田島春五職、死の、三行の二位の宝器春五職、宇治家、死冬のこの稲葉守五職のみとなり、一族は大幅にその勢力を減少させた。 山梨の総領は時広氏に戻り、市議の着男、山名義行及び、着村、志向は、法規国秘の軍で、三名日の家として続く。ところが、明徳の乱で殺された、宇治清の維持らを保護していたのは、他ならぬ時広氏であり、時広氏は、総領として分裂した一族の若いと再結集に、勤めている。王永六年、千三百九十九年に発生した。 王衛の乱で先行を挙げて、山梨は、貧乏、秋、岩見の三カ国の守護に認じられ、今度は、大内氏に対する最前線を務めることになる。その結果、明徳の乱からわずか八年で六カ国の守護としての地位を回復した。また、三明治博は幕政にも深く関与して、第六大将軍、足利義則からは、長老として軍された。だが、 時広氏が三男の持豊を後継者にしようとしたところ、将軍吉則は自分の側近である次男の持ち広を直投手と定めた。上、その持ち広氏が吉則の怒りを買って追放後に、撃たれると持豊が改めて後継者に定めされるという事件発生している。家督を継いだ山名持豊、総運は1441年、柿津元年、柿津の乱で、 第六代将軍、足利義則が赤松光つ助によって暗殺されると、同1441年、嘉吉元年、赤松市討伐の総大将として、大功を挙げた。この功績によって、山梨は、新たに、備前、三正か、張馬の守護職を与えられ、再び全盛期を築き上げた。だが、 先の家督継承の経緯から持ち豊は幕府に反抗的な態度を取り、京徳三年、1454年には、第八代将軍、足利義政が、持ち豊討伐の命を下すが、官僚、細川勝元の奔走で、持ち豊が一時引退することで、事態収拾させた。しかし、幕府に復帰した総運は、幕政の主導権をめぐって、 細川勝元と対立する。また、足利将軍家や畠山氏、柴氏などの後継者争いなど複雑な事情も重なった結果、1467年、応仁元年には応仁の乱の勃発に至った。この時、総運は、西軍の総大将として、同じく東軍総大将の勝元と戦ったが、乱の最中である1473年、 文明五年に総運は病死する。同年に、勝本も死。総運の着男、三名京豊は、山梨を継承したものの、父に先立ち沈没した。京豊の弟のうち、山中勝というは、山梨一族が継承していた、稲葉守後に任じられ稲葉山梨を起こし、山名忠しは家督をめぐり父と対立したため、細川勝元の陣に加わり、東軍より、秋、 ビンゴの守護職に認じられビンゴ山梨の祖となる。総運の死後、家徳は、孫、四、男ともの山名正豊が継いだものの、総運死去や応仁の乱などによって、一族の勢力は、急速に衰退してゆく。領内では、毛利次郎の乱をはじめとする国人による反乱が、相次ぎ、ハリマ、美前、三マサは、赤松正則、赤松光つの王位に奪われ、 マサトヨは、奪回を企てるが1488年、長京2年に敗れ、ハリマから撤退した。さらにビンゴ死後の着難、山名春豊やビンゴ黒人衆とも対立した。マサトヨは、山名春豊を拝着して三男の三名、松室豊を後継者に決めて、国内混乱の決着をつけた、山名春豊の子孫は、ビンゴに土着し、ビンゴ山名氏となる。 しかし、国人衆の要求を呑んだこと、またその過程で、国人衆の指示を取り付けるために、各種の特権を与えたため、守護権の縮小につながり、結果として、国人衆とりわけ守護代の柿屋氏が力をつけた。過信筋である柿屋氏に城の先城、豊岡城を制圧された、正豊、松室豊は9日市の守護所を放棄し、より守備力がある丸山川対岸の、この、 墨山城に移ったが、そこも攻撃されるような状態となった。さらに、出雲の天骨ねひさ、津王の大内義雄、備前守護大、浦上村宗らの圧迫を受けるようになり、次第に三人道三陽道の両国は奪われていった。さらに栄翔から協力にかけて、田島、今は両守護下では、内紛状態に陥った。ではただは城守護大、柿や,や、 田島下守護大、大田が岸らによって、松室豊が排除されて、弟の山名正豊が擁立され、稲葉では、山名豊寺の子である、山名豊重、豊か兄弟が主護を争った。1528年、強力元年には誠豊が死去し、おいで養子の山名優豊、松室豊の子が、田島守護家を継ぎ、同じ頃に、豊かの子、山名重道が、豊重の子、 豊寺から稲葉守護を奪ったことで一旦は、内紛は収集された。田島の山名雄豊ゆたかは、柿屋氏、大田垣氏、太陽衣装、八木白田島の有力黒人衆を、次々と武力で制した。さらに一族で、稲葉三名家の山名重道が、天子氏の従属家に入る、天子春久から返旗を得て改名し、稲葉国の支配権を譲り渡すとこれを打ち、 弟の豊貞田を稲葉へ派遣し稲葉守護大、神代とすることで、稲葉守護家の山名茂道の維持が成長するまで政務を貢献するという形で稲葉を実質支配た。また、稲葉の国人たちに対してもこれを武力で従え、地位を失いつつあった守護大名山梨氏を田島稲葉の戦国大名山梨氏へと成長させた。なお、正式な守護職は、幕府より、 出雲天子氏に与えられていた。豊佐田の没後はその地位を、ゆうゆかの長男の三名胸豊が継いだが、創生したため、豊佐田のこの山名豊か数が継承し、また、さらに、新興勢力である、毛利元成とも手を結び、あるいは対立し、稲葉国人及び稲葉守護家を支援して、勢力を拡大しようとする、出雲天子氏ら周辺諸国と交争を続けた。 ゆうゆかには、山名宗、豊、山名義か、山名隆よの三つ子があった。宗豊は、親より早く若くして亡くなったので、第二子が着難となった。足利義昭より変気を受けしひろしより、あきら豊と意味名を改め、さらに、義しと改めた。山名家中から、将来の活躍が期待されていたものの創生する。晩年の山名なゆうはのか。 織田信長の勢力が田島へ伸長してくると、1580年、天正8年、信長の重臣、橋場秀吉、呼びその弟、橋場秀長の軍勢に取り囲まれることとなり、降伏後しばらくして死去。自人とも、病死とも言う。悠悠高の三男、山名隆博氏は、落城前に、稲葉へ敗走して助かった。田島平定に続き、橋橋場による、 稲葉信仰が始まると、行広氏は、八木氏、柿屋氏ら九三名家重神らと共に、橋橋に従い、稲葉へ従軍した。橋場家の養成により、鳥取城に籠る敵方の主要な付け城である、稲葉国八島軍支部城を攻め取り入城し、鳥取城落城稲葉平定に貢献した。田島は、その後も、針馬と合わせて、橋橋の根本領地となり、 幾の銀山からの莫大な財力と田島兵は、後の橋橋と、明智光秀、丹波との戦を支え続けた。京広氏は秀吉に壊れ、馬回り衆、新衛隊として使えることとなり、1581年、天正九年稲葉国八島軍のうちに戦国の所領を認められる。天正1年、1582年8月、京広市は秀吉より、 はり国過去軍のうちに戦国に転放され、近中に列する。その後五百国さらに、摂津国の世軍に加用された。さらにその後五千国が加用された。秀吉没後、行広の子、山名隆史は、豊臣秀頼に仕えた。西稲葉でも、山名と与さ田の子、山名報国が、自らの居城である、鳥取城から重臣たちの反対を押し切り、 単身秀吉に降伏した。木内に残った者は、悲惨な最期を遂げた。その後、若党、教養面での造形の深い報告は、豊臣家からの士官の話を固く断り浪人となり、摂津の正しの触覚となった。中、東稲葉では、毛利氏の勢力が早くから強く、稲葉守護家の山名重道の子孫は、もう年家家臣となった。すでに、貧乏山梨は、 毛利氏家臣となっていた。稲葉守五代、山名と与貞の長男、山名豊数は、豊貞の地位を継承したが、稲葉の有力黒人武田氏により国を追われ、田島の所領に戻った。そこで、豊数の長男、山名豊州が生まれた。豊州は後に、鳥取城主、宮部長房に仕えた。主家の宮部家は、 関ヶ原の戦い後海域所領没収となったので、子孫は田島で機能した。稲葉の山名報告は、豊臣時代は無録であったが1600年、慶長5年の関ヶ原の戦いで家康側につき、亀井これのりの軍に加わった。山名氏は徳川氏と同じく、日泰地族につながるということもあり、大名大群の交代より愛表を御霊衆という、価格の旗元に列せられた。 江戸幕府の正式な家府では、松平や酒井家と同格の血族とされた。江戸初期、田島三名家が断絶したため、三名宗家は報告が継承した。江戸時代初期の山名高豊は、旗本、福島家に生まれ、福島正則の彦にあたる。後三名家の養子となった。第八大将軍、徳川吉宗時代の当主、山名豊成、三名。 後世の孫は、徳川吉宗の信任を得、大番頭を、その後旗本としては、異例の大名職である、自社奉行に任じられ、稲葉守護山梨の公員として、縁のある稲葉守を称するなど、三名一族の長者として、三名化の名を高めた。江戸時代中期の当主、山名義則は、九州の筑後柳川藩の藩主、立花氏し初めの子として生まれ、 三名家の養子となった。江戸後期の当主佐名義茂は、越前鯖江藩の藩士官部仙、茂の子として生まれ、はじめ占領と名乗った。後山名義江の養子となり義茂と改名し、1821年三名家を継承した。義茂は、1818 18年まで、老いの真鍋秋勝、老中在職期間、1840年から1843年。 1858年から1859年の貢献役を務めていた。幕末の動乱では、三名家は早い段階で新政府側に従った。1869年、明治2年、山名義澄は一万千国への高直しが、明治政府に認められ、大名と認定され、新たに田島村岡藩を立藩した、いわゆる一新立藩。 その後1871年廃藩地県となる。1884年、明治17年家族令の交付に伴い、三名家は断釈を授けられた。徳川家康により、江戸幕府が開かれたものの大阪には、豊臣家が未だ健在であった。しかし1615年、慶長20年の大阪夏の陣が起き、行政は大阪城内にて戦死した。その一方、 父親の行広氏は、大阪夏の地を生き延び、京都六条の屋敷において、晩年を過ごした。行広氏は、行政のこの山名広氏生、当時8歳及びその兄弟による、田島守護山名氏の加盟存続を意図したが、豊臣旧心である家の存続は難しく、広氏生は、当時、徳川家臣となっていた山名報告の尽力により、すでに、 徳川家臣となっていた山梨旧臣である、清水正隆の養子となることで、清水氏の家督を相続し、これにより田島氏ご山梨着流は断絶した。広史政の弟の広史氏は、外祖父、大野昌氏が、かつて徳川家康の次男秀康に仕えていた経緯や、おじさん名と良さとが、松平忠直の家臣であったことなどから、越前松平家一門に原服語を使えることができ、 その子孫も代々越前末平家一門に仕えた。山名広司生は清水氏の養子となったため、なお改め清水久氏豊と少子清水氏の家督を継承したことで徳川氏の幕臣となることができた。しかし断絶して八十五年後江戸時代も治安が落ち着いてくると複製の嘆願が叶う。千七百年、元禄十三年三月二日。 久志豊の孫の清水時信が、徳川綱吉から許しを得、三名に複製、山名時信と称した。これにより、広市清流山名氏は再興し、以後山名氏着流、の山名時氏にちなむ、時事を通じとして幕末まで、代々続く。国高は微録ながらも、以後の幕府からも三名家着流のうちの一つとして、認知された。時信のいとこの山名豊常の養子である、 山名豊明は、第八代将軍、徳川義宗により寄り合いに加えられた後、作事奉行、槍奉行に任じられた。山名豊明は当初は、不意、十六位相当を出会ったが立身し、十五位した、伊豆守に助任されるなど将軍、義宗の信任を得た。後、徳川家春にも重く用いられ、日光東将軍三景にも同行を許された。幕末の動乱の時期。 この山梨は御家人として最後まで徳川将軍家に従った。明治新政府により徳川家当主の徳川家里が駿府、静岡に転封されると、山梨も幕臣として静岡県に赴いた。この三名家は明治を迎え、他の幕臣同様子族となった。また、今場守ご家の山梨茂道の子孫は、長州藩毛利氏の家臣となり、江戸時代を通じて、 長州藩主として、毛利氏に仕え、幕末を迎えた。清水氏、田島三名家家臣、清水久氏豊流。山梨、清水博志豊流。清水氏、清水が豊流。後に、清水氏から山梨に改正、山梨、清水豊、常流。山梨の子孫、関係者が集う会である。略称は、三名会。 村岡山名家の菩提寺である宝雲寺、別称、三明寺、兵庫県三方郡上町村岡区が連絡先となっている。1986年に設立総会が開催され、発足。2003年頃に発足以来会を支えた山名春彦総裁、村岡山名家党首と山名明会長が病に不死、2008年に相次いで死去するなどの影響で、 数年間休会状態であった2012年に最高総会が開催された。最高後の会長、2017年現在在任は、ビンゴさ名家当主、山名総運から数えて27代目である、山名敏弘、京都経済短期大学学長、元経済教育学会会長楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。